こんにちは、リトマンです。本日は群馬県の桐生市まで来ています。なぜここまで来ているかというと、先日販売したオリジナルのプラバチ、すぐに売り切れてしまって申し訳なかったんですが、そちらを作ってもらった工場を見学させてもらうことにしました。ただ、私の好奇心です。では、本日もよろしくお願いします。こうやって使い回ってくれるんだったらね、多分これで2回3回のレベルじゃないですか。あ、そうなんですか。うん、だからみんな知らないんだけど、それくらいのもう、すごい、これでも SDGs って言ってもそうですよね。24時間です。だからこれ、これ夜、これ本来来るんですけど、夜の方が人生袋全部で、朝来るといっぱいになってるでしょ。で、みんなで検品しながら袋を箱詰めしていくんです。あ、ここの事例にはこれ1枚程度してくれるのがね、そうですよ。こちらへ、もうそれだけ高く設定するから。あ、そういうか、そういうことですね。で、この幅をもっと短くして、設定も変えれる。そう、変えられる。そうですよ。あ、そうですね。だから夜は完全な無人化で、この機械がこのエラーとかはスマホに、で、どこの部分が消毒とか全部入ってます。これを海で生活させて直せるっていうのは、直せるっていうのは、直せるっていうのは、条件設定。再生材料は、ロットでみんな何が混ざってきてるの、再生材料が分かるじゃないですか。これは自動車、これは食品、これはまた別のもの、家電だよ。そうすると、夜中に、材料のロックが止まると、条件が、微妙な条件で、ショートになったり、バリっぽくなったりしてしまうんですよ。だから、まあ、そういうのを無人化でできなくてはしてやりますけどね。ある程度の時間が変わってきちゃうんですか。そういうことです。変わります。うん、だからこれなんかも、2、1、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 でやってるけど、はい、夜中はもうちょっと 20とか25ぐらいまでやって2,4,6列で狭めてね、ずっと鳴らして平均どれくらい、はい、大体8で、だこれで今24ぐらいだと思うんで材料で、これも PP なんだけど、バージン材を作るあのプラントがありますよね、その材料メーカーで、はい、その中で本当に生きるプラント内に生きる材料って8割から9割ぐらいなんですよ。でプラントの横に残るのがこういうオフグレードってちょっと質が落ちるのがあるんですよ、はいはいはい、でもこれは製品の難度が高いんだけど、うちなんかこういうの仕入れてそれとは別にこれが腰ですよ。腰がだいたい50、今55から60でした、はい、で4割くらいが BP、これ、
かって都市だと、なんか耐久性とか変わってたりするんですか、ね、関係ないですよ、そこは関係ないですよ、いろいろテストしたから、うん、こういう、ね、色物で作りましたけどね、うん、うまくバランスができる前は、こういう風に条件が出るのでこういう風になっちゃうんですよ。それをちゃんと設定していく、そうだんだんと条件だし、焦げてるしね、あこれがマスターパッチ入れることでこの色になって、あとグレーにもなります。マスターパッチって何なんかな、色、なるほど、うん、粉なんだよな、はい、ここ粉なんだよね、でこれはね、うちでやるものもあるし、再生材料メーカーにお願いしちゃう。あ、そうなんですか。そう。じゃあ色を作ってるわけではない。そう。こういう例えば農家の方で、これ水仙の鉢なんだけど、全部農家が指定した色を作って、それで、各、5万個ずつ作って、でこの色を出してもらうのはそういう専門のところ。そうです。ディックのさ、カラーガイドってあるじゃん、はい、あれを持ってって作ってもらうんだよ。金型を設計するのはそれも専門の業者がいる。うちでやってる。あ、そうなんですか。金型っていう、それである程度どういう形にしようとするから、3次元 3D で作ってね、はい、で金型はうちの一部加工するし、あとは金型や、これとかも内側ちょっとカーブになってるのは重なりがいいよ。重なりがいいよね、そういうことか。重なるように氷ね。なるほど。要はうちら持ってってあれじゃない。はい、だからあんまり重ならないと。そういうのまで考えてるんですね。そっか、すごい。これは何なんですか。だからこういうお客さんが指定するんですよ。ピンクを色を、はい、で何色か作るんですよ、似たようなやつを。はい、あ、これ色違うんです。違うんです。でこれを後ろ見るとほらこういう。脂肪がかかった場合の質感とか出るわけ、あの表面がメッキかけてる場合とか全部こういうんで分かるんですよ。それもちゃんと出すで、一つ一つカラーを出して OK が出て、ようやくこういうペレットにしてもらってスタートができるわけ。こういうページだと、こういうね、なんかこの大理石っぽいのも何か入れてるんですか。そう、ガラールっていうね、まあうちらプチってゴマとか言ってるけど、はい、入れるんですよ。こういう感じ。あ、面白いですね。すごい、結構じゃいろんなことできるんですね。そうです、やろうと思ったら。すべてお客さんのオーダーで、まあ農家さんですよね。農家さんの言うことを聞いて、一つ。植物によって、球根の水仙だとか、そう、シクラメンだとか、そう、カーネーションだとか、みんな変えて。それぞれ皆さんそういうこだわりがある。そう、農家もね。いろんな色の。だから一つ一つ使ってやるって形なんですけど、ちなみに私みたいに素人が作ってくださいって言われることあるんですか。オリジナルで、はい、あるんです。でも作ったことは。そうなんですだってやっぱりあれ金型そこまで投資できるようになるよね、はい、ちょっとしたものこれ薄肉がなくて100万近く。あ、やっぱり薄い方が高いんですか。へえ。金型は精密なり。いや、そうなんですね。厚い方が楽ちん。今でもね、こういうビザールプランス界隈では厚い方が流行ってるから。そう、逆なんだよ。そうなんですか、面白い。まあ、こういうデザインが古いのはこれもう20年くらい経つかね、こういうんでもね。もう昔はちょっと厚めのやつだったけど、10年前からもうこういう作る技法は確立されてたってことですよね。でも20年前から全然変わってない。あ、まあ、機械は変えるけどね、はい、基本的な構造は変わってない、はいはい、で例えば今このリーとかだけど、このリーって端数この2個板書取り入れたら、なんとなくすごいイメージつきました。なんとなくこういう、はい、ちょっとこれがプラバチパチャッとはまって、そうあれもでもパチャッと型をはめて、すぐに冷めたら固まるんです。だいたい冷めちゃうもう、はい、2、3分、そうですね、固まるんです。
でも出てくるから熱いよ、はい、私も柔らかいですね、柔らかい、でも変形するってことはないんだね、あれはね、これができたところは普通でプロプロでしょ、はい、200、これで何の200、これで220だ、こっちで220溶かして、そう、そういうことです、でこれをしっかり、うん、しっかり、だからもう、まあ、バリとかなければこのまま検品しながらクロス麺、うちらの生産者向けは農家さん向けだとこういうシールね、貼って、うん、あらこれは商品名、はいはい、入り数、材質から、あと担当者の入り者、担当者の、そうです、言わなくちゃいけない、あ、そうなんですか、何台かの、それが蜂を、こういう形で75個にして、これを農家さんがこのまま置いてくる。だから普通に農家さんのところには、もうこういうなんか箱とかあまりしないで、もうこういう使って軒下に置いてくる。その手間が大変。そうです。そうです。これはもう完全に。裸のままですけどね、これももう軒下に、軒下、軒下、そうです、で今ちょっと手、これが大変、手全部手、お店ごと手軽なんですか、そう、なぜかというとロットが好きなので、お店ごとに全部ジャンが違うんですよ、そっか、そうですよね、ジャンが違うんですよね、全部閉まってないんだけどね、はい、うちのジャンコンタクトが全部買っちゃうんだけど、お店で送ってくるんですよ、ってるんです、そう、小さい店だったら、例えば農家の店の新種の何店舗もないじゃないですか、でっかいホームセンターだったらもういいよって分かるよ、全部ロットごとに買ってるんです、これもまた面倒です、こういう感じで貼って、で棚に載せたり、作業ですね、これもこういうアナログの、これはもう全部行き先決まってるから、これから出荷も、そうです、そうです、そうです、すごい数ですね、数すごい、毎日これはもうトラック来て出荷してるんですか、大きいと、今日はね、今日はちょっと少ないんですけど、大体ね、うん、10トン車でね、大きもう時間ごとに来るから、大体、10トンで5台ぐらい、1日に、まあ、4トンの場合だとね、すごい、午前2台の、はい、午後3台、それをもうそのまま持って行ってもらう、うちの人間みんなの手伝ったりね、はい、やっちゃうしますけど、あとパレットでね、どんどん行っちゃって、そうですね、パレットだったら、すごいですね、ちょっとこういうように、でも見ての通り野ざらしです、うん、あ、もうずっとここですか、うん、これは蜂とかは倉庫に入れたり、やってるんです、もうやっぱり雨に濡れると良くないんでね、袋が袋だから、うんうん、台風どうするんですかこれ台風がもう近くなってるでしょ、はい、来るときは下げます、あ、やっぱりするんですか、下げる、はい、それ中に入れるとか、うんうんうん、であとはまあ雨の日でももう出しっぱなしにして、こういうものは下げますけど、うんうん、もう全然濡れても問題、うんうんうん、まあ、農家行ったって雨ざらしで軒下でしょ、そうですよね確かにこれで一通り全て見させてもらいましたかね、かなり時間をかけていろいろと教えてくださったので本当にありがとうございます、いやー、日頃から使ってるプラバチこうやって作ってるって知っていてよかったです、はい、ということで本日はプラスチックバチを製造されている園芸資材のメーカーさんにお邪魔して工場見学をさせてもらってきました。いや、プラバチってもう今まで数えきれないぐらい使ってきましたが、ああやって作られてるんだなという発見はすごくあって、なかなか面白い一日でした。そしてなんとですね、工場見学だけではなくて桐生市内の方まで案内していただき、お仕事だったにもかかわらず丸一日付き合ってもらって本当にありがとうございます。いろいろと園芸に関する話題もたくさんお話できて楽しい一日でした。そしてですね、なんとお土産にこんなものまでいただいてしまいました。これが私が作った鉢の色違いバージョン、カラフルバージョンですね。動画の中でもちらっと出てきてますが、
緑とかあとピンクとか青色ですね。これが私が今回作らせてもらったシリンダータイプの形で、でこっちがアガベとかよく植えられてるようなお椀型ですね。このお椀型も3色テストショットをいただいてしまいました。私個人的にはこういう色付きの鉢って使ったりしないんですけど、まあこうやって見るとなかなか面白いし飾っていて可愛いかもしれないですね。いろいろな園芸の需要が増えてきたのでこれもちょっとありかなと思います。あとはこういういろいろな色の鉢を揃えて飾っても面白いかもしれません。このお椀型もどうですかね。まだ私はこのお椀型の鉢は作ってないんですけど、まあ、もしちょっと使ってみたいというリクエストがあればこのお椀型もちょっと今度は作ってみようかなと思いますので、またコメント欄とかでご意見ください。本日お邪魔させていただいた新井サンズさん、本当にありがとうございました。ちなみに新井サンズさんですが、営利生産者向けの販売は新井サンズという会社で営業されていて、一般または雑貨店向けの販売はテララボという名前で営業されているそうです。今回私が作らせていただいた鉢もテララボのブランドから出ている鉢です。なのでどちらかというとテララボは、まあ、最近のトレンドに合わせた少しおしゃれな鉢が多い印象ですね。概要欄にリンクを貼っているのでよろしければそちらも見てみてください。今回いろいろと案内していただいた新井さんは多肉植物への理解もかなりあるので、今後開墾植物に合った鉢なども出てくるといいなぁと期待しています。さあでは今からまた自宅の方まで帰りたいと思います。いやちょっとこの時間満ち込んでそうですが、のんびりゆっくり帰りますね。では本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。リトマンでした。